こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。他、YouTube、旧ツイッター X もやっておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録、 X のアカウントフォロー、動画、YouTube 動画の高評価、 X のいいね、リポスト、ツイートの、ツイートじゃないや、ポストのリポストもお願いいたします。ということで、今回2月の4日からのスタートとなります。そして、この週は、フェブラリーステークスですね。あ、マノキャンキャンが一番の評価になっておりますが、果たして、勝つのは天野キャンキャンか北高たる前か、それともっていうとこですね。ゼロ全部3つ使ってるよね。じゃあ行きましょう。これはダイヤモンドステークスは2番人気、凱旋予約は3番人気、凱旋クオリティのクラブ馬がいますが、1番人気は9番のアドマイヤラクティとなっております。アドマイヤラクティか。3400m 長距離戦。5枠が1番人気、2番人気を占めているかな。では、このレースはダイジェストでいきましょう。東京 G3。ダイヤモンドステークス芝3400m の長丁場です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋予約は先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。アドマイヤラクティ必死に追います。この差は果たして縮まるか。アドマイヤラクティが伸びてきた。後続を引き離す。届かないんじゃないかな。凱旋予約はまだ2番手はアドマイヤラクティ。凱旋予約は1着、凱旋予約は完勝、2着はベスペラード、ベスペラードか。アドマイヤラクティ見事に勝ちました。凱旋予約はデスペラードってどういう意味なんだろうな。凱旋予約は優勝しましたが、凱旋クオリティは9着と明暗を分けました。国内武豊乗ってますね、珍しい。そして、京都牝馬ステークス肩のマイガール、2番人気1番人気はストレートガールとなっております。なんとか勝ちたい。3番人気アイムユアーズですね。本種本命は取ってはいるんですけど、それ以外全部ストレートガールが20丸となっております。勝ちたいですね。で、先方を見ていきましょう。逃げか、逃げはやばいな。先行策控える競馬をしてみましょう。ダイジェストです。京都 G3 京都牝馬ステークスは芝 1400m 短距離戦となります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アイムユアーズ先頭、アイムユアーズか、ストレートガール、いい足、ここからストレートガールが先頭、伸びないな。アイムユアーズ先頭、ストレートガール差し切った。2番手はアイムユアーズ、ストレートガール、あなただけ。2着はアイムユアーズ、遅れた。これ肩の前ガール、1番人気に応えました。ストレートガール見事です。もしくは4コーナーで置いていかれたとか。そうね、で前につけられればって言ってるな。矛盾してるな。さあ、ヒアシンスステークスはクラブ馬、凱旋スマホが
出てます。これグリグリですね。アイシエイシンジレット、きれいに。ジレットって電動カミソリじゃないわ、手動カミソリだ。スマホ買ってもらいましょう。ダイジェスト、東京3歳オープン特別冷やしステークスはダート 1600m のマイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、湘南アポロン先頭、外から勢いよく凱旋スマホ、ここで先頭だ。凱旋スマホリードは2馬身から3馬身、トロアボヌール2番手、手応えはどうか。残り 200m、 先頭は依然として凱旋スマホ。スマホって言われる時代っていつからなんだ。トロアボヌール、凱旋スマホ1着、凱旋スマホ完勝、2着はトロアボヌール、3着に藤山アボード、これは物が違う。凱旋スマホ、スマホはこれ今2013年ですが、異世界からスマートフォンの原作が2015年だっけ、アニメは2017年だけど、ということでスマホ太郎勝ちました。オスマだったよな、凱旋スマホ。フェブラリーステークスがやってまいりました。ここは北高たるまいに所有馬挑む展開ですが、北高たるまいもクラブ馬だろうな。一番人気は所有馬天野キャンキャンで、闘志が燃えております。 2.7 倍。じゃあ北高たるまいが2番人気で、天野ラキスタが3番人気、4番人気ライバル馬エスコアルシティとなってますね。北高たるまいはカッパギさんのみが20までですが、他はみんな本心含めて天野キャンキャンが本命となってます。天野キャンキャン8歳です。3周年ですが、ついになんか開花したっていう感じですよね。一方北高たるまいは若いですね、4歳となっております。エスコアルシティなんかも強いですね。どうするかな。先方はラキスタ先行策でいってみましょう。ではレースです。今年初の中央 G1 がやってまいりました。フェブラリーステークスダート 1600m 東京競馬場で行われます。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス間もなく発走です。さあ最後は大外枠のサイレントメロディー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。天野キャンキャン好スタート、飯出健心この馬も好スタートを切りました。前へ行くのが天野キャンキャン、これに続いて飯出健心、好スタートだったな。先手を取りましたエスポアルシチ、そのうちに続いています。内からはラブミーちゃん、その外に大勢レジェンド、その後ろにセイクリムズ、下がっていきます。その隣に北高たるまえ、ナイキマドリード、この馬もこのグループ、すぐ後ろに天野ラキスタ、ラキスタ中段か、ライセンジュピーター、その後ろすぐ隣にレッドクラウディア、これに続いてサイレントメロディー、並んで足毛の馬体異次元、その横にランフォルセ、内からはシビルウォー、しんがりからスーニー、各馬砂煙を上げてかけていきます。OK機を通過していきます。前は飯出健心、
まだ粘っています。セイクリムズほとんど差がありません。ラブニーちゃん3番手、第4コーナーをカーブして上がってきた。直線コースに入りました。ホッコータル前だ。先頭はホッコータル前、リードは1馬身。ホッコータル前の勢いがいい。キャンキャンが伸びがいまいち良くない。ホッコータル前完全に抜け出したや。後続は大きく離れた。強いな、ホッコーラのタル前。強い、ホッコータル前、圧勝ゴールイン。やられましたね。見事に勝ちました。ホッコータル前、アマノキャンキャン敗れました。ようやく三着争いといったところでしょうか。キスタの方が先着してるのか。そうですね。ラキスタ、ああまあまあラキスタはね寿命が短いからな。一生でも勝ってほしかった。小倉大商店天の女子会です。一番人気、本誌本命となっております。キャノンシャークとかいますね。トランスワープ、前に行く馬少ないな。もう人気はみんな控える競馬ですね。ダイジェスト行きましょう。小倉 G3 小倉大商店芝 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ダイワファルコン先頭から上がっていくが、なんか伸びがない。トランスワープ抜けた。2番手はエクスペディション。トランスワープ3着か。1着、2着はエクスペディション。3着に天の女子会、見事に勝ちました。トランスワープ。ツイッター、3月、サウジカップの出番です。ちなみにレッドシーターフという長距離戦も行われまして、ここに天野ニコニコ登場です。ニコニコはまだ来月ぐらいまでかかりそうですね。ニコニコ早くてもですが、一部の動画を集めた総集編の、過去仮は復活して、昔の動画の一部は見れるようですが、まだまだ、まあ、角川のサーバーもやられてるからな。で、中山記念、阪急杯、エンプレス杯などが行われます。お、ライバルだ。さあ、春のクラシック注目馬です。あ、いい馬だな。ロゴタイプクラブ馬じゃなかったっけ。ロゴタイプ戦勝 G1 勝利やもんな。ってことは朝日杯フューチュリティステークス取ってんのか。文句ない成績ですよね。ホープフルか。ホープフルなんだ。やっぱりもうちょっと距離伸びた方がいいのかな。ロゴタイプどんな馬だったっけ。ロゴタイプって、はい、何でしょう。オリーブリドン、スターリングロード、エイフィンパーク。と軽く流されたところでと。自分語り、おじさんって自分語り多いからな。お、サウジカップですね。あー、まあゲームオンデュードだろうな。ちょっとうちの馬では厳しいと思う。あ、でも有力馬の一頭ですよ。そばにいるね。もう4番手か。まあ、で、そう、 G1 は勝ってますからね。で、中山記念、阪急杯、ロードカラーの赤。このカナロワはクラブ馬ですな。
11戦10勝っておかしいだろう。とりあえず、高齢馬からちょっとローテンを見ていきましょう。なんか疲れがすごいな。ひどいな。柏記念に挑みます。まあ、柏記念でいい。いや、距離がちょっと長い。だからといって疲れがあるんで、5月の1周からだろうな。出るとしても、まあ、ラトロワンヌとか、3月の、アップルブラッサムハンデとかか。まあでも、とりあえずここ登録しときましょう。ちょっとこれ距離がマイルだと微妙に短いで、エンプレス杯ですね。来週か、来週というか今週か。でニコニコ調子いいですね。もうほとんど健康と瞬発力以外は全部あれですからね。C プラスになったからもう調教方針変えよう。スピードを上げていきましょう。今一勝しかしてないからもう間に合わんけどな。すごいな、ニコニコは。健康以外全部あれですね。水適性はまあ完璧なんで、こちらも調教を変えて健康重視に変更しましょう。他もやることないけどな。つぼみが再来週か。ブラックキャビアが放牧して、TJ スミスだけど、これはタバとの兼ね合い次第ですよね。タバはまだ G1 取ってないから、初めて挑む G1 となります。ブルーレイは大阪杯。まあ、距離は全然。大丈夫なんで、疲れ溜まってないからな。まあいらんな。でカレンちゃんですは、カレンちゃんですはこれ金札獲得しましたね。今回はドバイに挑戦です。アイオンも結構あれだもんな。不安だな、ジベルハッタ。ちょっとこれは調子を上げないとやばいんじゃないか。あ、ダメだ。間に合わないんだ。そうだ。なんでこんな調子下がってる一方なんだ？で、今週そばにいるねが、あ、ちょっとね、強くないよね。強くないって、見劣りする感じはするけど。どこまで走れるか頑張ってほしい。よくはなってるかな。前走 G1 取ってるし、3連勝してるしね。てか、そばにいる。あ、そばにいるね。でもいい。そばにいるね。十分強いや。で、オルフェーブルがドバイシーマークラシック。まあ、これは当然でしょう。現役3周年になんで頑張ってほしいとこです。ん？ツイッターどうした？なんで？ああ、報復したんか。ラクヨステックスからいきなりジョージライナーって異常だな。え、本当？ちょっと考えよう。本当にあなたの出る道ってジョージライダーなのか。ここゴルシーいる。ここはダートだ。ランベットはお前ゴルシーいんのかい。2400は足りないかなっていう感じなんですよね。メンバー軽いって思ったからここ出したんじゃないの。まあ、ヘイリストがいんのか。うまくなかった。ちなみにヘイリス
難しいな。ドーカスターマイルとかか。他チャンスがあるとしたら。ここはもう出れないからな。このまま挑むしかない。最多2勝ですね。サンタレス。点は6勝上げております。あと2勝。まずはクールモアクラシック。連邦が、うん。阪急杯。マガールは、距離は持ちますからね。とはいえ。ね、G1 取りたい。本当は G1 狙いたいとこですよね。そこで、2400のレースで4月、なんかないかな。本来、あ、ここはまあ、オルフェーブルが出てるからダメとして、ガネーショーとかか、まあ、次も出てくるかな。まあ、万能王とかやけど、一応ガネーショー登録しだけしときましょうか。ん？でも、燃焼じゃないよな。これポルシアランベットステークス、ちょっと調子がいまいち上がらないですね。なんか調子悪い馬多いな。ただ、ここで調子上げるべきなのかっていう問題はありますね。放牧したばっかりなんで。2000っていうのはビクトリアマイル言うてますが、ちょっとこれは間が持たない。AKB がいいのかってに。てか別に、ボマ混合でもいいんだけどな。パンフレットでも全然勝負になりそうな気がする。まだどんな馬が出るかわからないのは気になりますね。あれ？てか、これって、ドバイって牝馬限定の G1 がないんだ。AKB が？で、アリエッティも当然ここ取りに行きたいなーってなりますよね。専用の2400の牝馬。で、芝だろう。あ、どうなんだろう。キングノートン。ユタカは出てくれない。じゃあ新機種を乗せましょう。レッティも成績上げてますからね。ビロッテ。司会はもう大阪杯無理だろう。ここでもいいか。ここ出しましょう。
あ、微妙に距離が長い。いや、距離が短いや。新品馬も同様ですよね。日経新秀杯なんかもいい。ビルシーナとぶつかんのか。まあ、こっちは距離が長いよね。ダートはダメだから。だからやっぱり大阪杯ってことになるんですよね。何この競争、短い、適当な距離のレースがない。ないなあ。まあここにしときましょう。3800万か。ネコパのリッキーが、フロリアダービーなんだ。あ、そうか、まだ3歳馬だからな、これ。え、本競合、そんなわけないです。一周放牧して、まあここでもいいですけど、ここ行っちゃいましょう。これすれば、一周放牧できまして、勝ちも積み上げられます。疲れは、ま、あ、疲れ全然溜まってないから余裕でしょう。スプリングステークス。いかが済みでしょう。重賞初制覇狙いたいとこです。頑張ろう。まあ本当に2連勝順調ですね。アンドロイドはオープン特別で、地デジか、地デジか、笑えるな。毎日杯もういきなりデビュー戦が結構圧巻でしたからね。そして、角外トレブ。ジムライズフィリーズか、フィリーズレビュー。まあ、最終的にはやっぱり、桜花賞が基本路線になるんじゃないでしょうかね。海外行くかもしれんけど。まあ、丸盛り型はいいからな。ただ、取ってないのか。丸森が結局三冠取りに行きたいんだよな。なんで、もしかしたらトレブは丸森に譲るかもしれません。とはいえ、クラゲもなかなかいい馬ですからね。チューリップ賞で戦わせます。結構、とは入球前か。そして、で、ちょっと馬の入れ替え、繁殖牝馬の馬の入れ替えをしないといけない。あ、エアグルーヴは期待してるんだ。フェイトか。フェイトもいいんだよな、実際は。スネミク。ピュアハイジはまだ3億の評価額あるんだ。ああ、ダンパが最終年だろうな。ダンパ売っちゃいます。で、ダンパを売った上で、あ、そうや。繁殖費、あ、いや、あ、いや、買うのは、繁殖牝馬っていうより、繁殖牝馬が今年産む、産駒を買う、産駒を買うっていう感じですね。で、今年は何がウィニングポストナイン生まれるかというと、史実馬か。シーツ馬とスーパーホースですね。今年は何年だ ?2013 年か。
海外のおすすめシーツ馬もいるし、国内のシーツ馬もいるよな。海外のおすすめシーツ馬はあんまりないけど、2013年で言えば、里のダイヤモンドがここで誕生、と、メジャーエンブレムは金札で誕生しますね。まあ、あんまりオス馬狙いたくないんで、メジャーエンブレムの方なんだけど、里ダイヤモンドあんまり成長力ないよな。働かなかったような。メジャーエンブレムってどんな馬だっけ？メジャーエンブレムってそんなにレース出てないよな。阪神ジュベナイルフィリーズと NHK マイルカップを取って引退しちゃったんじゃないかな、これで。シンハライト、マカヒキか。マカヒキもいいですよね。まあ、マカヒキいいんですけど、マカヒキだろうな。マカヒキいいかな。なんか、メジャーエンブレムは確かに牝馬だから、いいと思うんですけど、あと、シンハライトはちょっと弱いな。面白いけどな。シンハライト、驚異適性の幅の良さから見て。でも、狙うのはマカヒキ狙った方がいいだろうな。マカヒキの父、母親、ウィキウィキっていう馬ですね。じゃあ、繁殖牝馬で見ていきましょう。名前でウィキウィキっていう馬がいる。あまり魅力ないよな、ウィキウィキ。ああ、ノーザンだ。なんですよ。なんで、ノーザンにいいとこをさせたくないっていうのは、ありますね。一段階下だから、どう返してくれたんだ。お前の思う通りはさせないよってわけで、ずるい。で、もう一頭売るとしたら、まあ、売って、何でもいいから、クラブの所有繁殖牝馬から、どうでもいい馬を売って、ラベリータとか、どうなんだろうな。フェアリーダンスとか、フェアリーダンスってなんか、ファストフレンドがな、テーマーチ、山のロンバケ。ロンバケってどう思う？マニフェスト猫返しか。3区の G1 は4勝となっております。とはいえ、結構年齢いってるのは、やっぱり気になるところ。あと、競泳マーチですよね。ストフレンドがなんでこんなに。ああ、凱旋誘惑馬ぐらいだからか。ちょっと厳しいですね。ストフレンドもっと走ってくれると思ったんですがね。そこで、購入しか選べないんだ、これ。ファストフレンドを こっちで売却することってできないんだ。だから年末に、あれか。移動させることしかできないんですね。だとすると、クラブじゃない、所有繁殖牝馬でもう一頭売らないといけない。なんか最近エアグルーヴの成績良くないな。ラストグルーヴが本当ラストですからね。サンクジンは62勝はすごすぎますけどね。ホワイトガリバーがいるやん。あと、まあ、海猿とか、
いいと思いますが、あとビアハイジですよね。ビアハイジの方が、正直ビアハイジの方が微妙だな。ブエナビスタ、ブエナビスタ牝馬だし、売ってるから、ブエナハイジ売っちゃいましょう。閉山牧場に売却。で、これで、なんだっけ。メジャーエンブレムの母、キャッチタイトルを買っちゃいます。この頃か、まあ、車内ばっかりになっちゃうからな。あ、豆腐だじゃん。え、そうなの？あれ？おかしくない？まあでもいいや。スーパーホースが生まれるわけではないからな。キャッチタイトルを。買います。これ父メジャーエン大岩メジャーだったんだな。買いましょう。行きましょう。で、これで、買って入れ替えることになります。これで、吉野ファームから、光景が生まれません。特にやっぱり牝馬買っとくといいと思う。さて、そしてワールドセレブレーションはいない。そうです、知人で、医者がいるはずなんです。医者をちょっと、医者がいたと思うんだけど、医者どこだ、医者いない。ビッグインか、いいんじゃないでしょうか。スピードやっぱり基本ですからね。ということで行きましょう。3月突入です。キングアブドルアジズ競馬場のレッドシーターフシーターフタン、ハンデにアマヌニコニコ出走。もちろん一番人気133、110を超える馬しかすらないですかね。まあ、キャメロットって結構強いけどな。ダイジェスト、キングアブドルアジーズ競馬場 G2、レッドシーターフハンデ、芝3000メートルの長丁場です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。下がってきた。残りあと400m、長い直線、ここからどうか。残り200m、叩き合いになってるぞ。先頭はアマノニコニコ、外から一気に突き抜けるか。ルーナデン、アマノニコニコ先頭。大激戦、2番手はルーナデン、わずかにアマノニコニコ、アマノニコニコ先頭。2着はルーナデン、3着にジョシュアツリー、アマノニコニコ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。わずかな差ではありますが、勝ってくれました。結構賞金高かったと思うんだよな。G2 とはいえ、サウジだから。今のサウジどうなんだろうな。ということで、サウジカップ
馬のそばにいるねが出走、2番人気、1番人気はゲームオンデュードです。強い、ライバルはアニマルキングダムをいますね。馬のそばにいるねも最近3連勝だったかな、 G1 してるんで129まで上げてきてますが、ゲームオンデュードの133には勝てません。他、プリンシプスビショップの方がアニマルキングダムよりレーティングは高いんだ。ということで、この4頭が有力馬となるでしょう。先方を選べますが、差しだな。ゲームオンデュードを楽に逃がしたくないけど、他に逃げ馬もいるしな。ということで、レース行きましょう。世界最高額の賞金を誇るサウジカップ、キング・アブドゥル・アジーズ競馬場、ダート1800メートルで行われます。ここサウジアラビアのキング・アブドゥル・アジーズ競馬場に世界中のダートの猛者たちが集結しました。世界最高の賞金額を誇るまさにドリームレース、サウジカップ、いよいよ発走です。スタートしました。プリンスビショップ、コースタート、ブラウンウロース、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してプリンスビショップ花に立ちます。その後ろからはブラウンウロース、この馬も上がっていく構えです。さらにはゲームオンデュード、 G1 馬、クロストラフィック、その後ろ先手を取ったのはブラウンウロース、これに続くのがパリスサーテン、少し間が空いてネイバリットコカード、テレサジョンヌ、そのうちに続いていますアイズダン、それに続いています天のそばにいる、後ろからになりました。その隣にムーンライトカニディア、その横にゴーディケートラブル。さて、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。セントキャッチミー、この馬もこのグループ、内からはクラフトミレー、最後方にアニマルキングダム、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、前走にパッと言わせたブラウングロース、依然として先頭を並んで7番クロストラフィック、どこにいるんだ、まだ結構後方だな、届くのか。あー、もうゲームオンデュード先頭に立った、大丈夫、まだバグの中だ、あー遠きそうにない。ゲームオンデュード2番手はワイズダン、ゲームオンデュード、ようやく4番手、先頭はゲームオンデュード、完敗です。2着はワイズダン、3着にプリンスビショップ、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。ダメでしたね。エンプレス杯でサマノエネループ1番人気、2番人気クラウェセクレーター、3番人気ハルサンサン、フラキンコーラが続きます。ダイジェストいきましょう。川崎 JPN2 エンプレス杯ダート 2100m、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、天野エネループ先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はエミーズパラダイス、天野エネループ引き離しました。天野エネループ今ゴール、段違いの強さです。2着はエミーズパラダイス、3着に比べてくれた、これが G1 馬の実力だ、天野エネループ。そして国内へ、スミレステークスに天野タニタ出走、1番人気グリグリじゃない、さくらさんだけ玉をベストプレーに譲る、玉をベストプレーと玉をホストプレーがいたんだよな、当時の玉をは。それを置いといてダイジェストです。阪神オープン特別スミレステークス、芝 2200m、 3歳限定のレースです。4コーナーをカーブして、タニタどこだ、タニタ上がってきた、先頭外から天野タニタ、先頭あと 200m 天野タニタ意地を見せる、2番手はタマモベストプレイ、ベストプレイが届かない、勝ちました。2着はタマモベストプレイ、3着にテレマークロケット、天野タニタ見事1番人気に応えました。
キーズの3連勝、次は重賞ですね。グッとくるスピードいいじゃないでしょうか。さあ中山記念です。1番人気アマノフィッツ、2番人気アマノトゥースと1、2番人気を占めております。ライバルはレインボーダイヤ、天満アルハースがいますが、もうなんだろう、引き立て役になってもらいたいところです。まあ、アルハースはしんどいな。これはフィッツは追い込みだけど、トゥルースが先方を変えられますが、まあこのままに行きましょう。ダイジェスト、中山 G2 中山記念芝 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ強襲してきます。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってストロングリターン。うわ、ストロングリターンやれる。いや、アマノフィッツ、アマノフィッツだ。1着、2着にはどうやらストロングリターン、アマノフィッツ、見事な勝利です。勝ったのはアマノフィッツでした。まあ、一番人気の馬ですからね。でも、完勝、気持ちのいい勝ちとは言えなかったな。新勝だよな。そして阪急杯、天野蓮舫登場、酒井さん。一番人気はロードカラノア、これは強いクラブ馬です。ロードカラノアグリグリ、厳しいな。ラレントまで先方を変えてもいいかもな。先行策勝負しましょう。ダイジェストです。阪神 G3 阪急杯芝 1400m で行われます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロードカナロア早くも先頭、あと 200m 後続を引き離す。ロードカナロア足色は衰えません。2番手は天野蓮舫、ロードカナロアようやく2着、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はクラレント、3着に天野蓮舫。まずは前哨戦を制しましたロードカナロア、引き離されちゃいましたね。本番の走りが今から期待できます。これはちょっと物足りない感じはある。残念な結果と言わざるを得ない。さあ、揚げぽよ放牧3頭か。でもこの中で言えば、ちょっと待ってよ、戦績を見てみよう。ラキスター無理、つぼみが、まあつぼみ一勝しかしてないやん。どうかな。キャンキャンは、キャンキャン北高たる前にやられてんだよな。あんまり今は出したくない。つぼみだけ、そのつぼみはマクトゥームチャレンジ R3 出てきます。どんなメンツなんでしょうね。あとトレイルブレイザーなんかも出るんだ、国内の。まあこれ前哨戦ですからね。そして天野アラフォーがフランク・イ・ギルローマイルステークスか、ジュベルハウハッタに天野アイホンと出てまいります。そして、桜花賞トライアル、チューリップ賞もありますね。丸森とフラゲが登場となります。誰？森村さん、ジェット4内、まさか故障ですか？いいえ。さらに成長。ジェット4内7勝だからな、もう1勝。必要だから、これは嬉しい。まず蓮舫1億だからな。まあちょっと短いな。
本当はマイル戦とかの方がいい。女子会いるけどな、こういうレースとかな。ちょっとメンバー軽いからこれ登録してみるか。で、一周報告しましょう。まあ、負けてもいいんですが、そういうことをする必要はないだろう。マイガールが赤の日に出ステークス。まあ、いいんじゃないかな。ん？今日スプリント？まあ、勝ちの味を覚えさせたいっていう意味ではいいのかな。ピスタ、勝てるレースあったら海外出したいよな。こういうレースとかな。豊かに乗っけましょう。今3月を2週か報告してるからいいでしょうね。キャンキャンがラトノワンヌ、確実に勝てるレースを狙いたいからな。で、ここタニタがいきなりダービーって、距離が2200なんだ、最低。でも、2000m だったら出したいな。幸せは改善したし、賢さもある、パワーもある。坂のレースいけるし、スピードも S だ。で、まずは重賞を取るとこですよね。なんで、若葉ステークスとかじゃなく、もちろん、サツキ賞いきなり行ってもいいんですよ。行ってもいいんですが、ここですね、狙いは青葉賞で行きましょう。でこの成績が良かったら、ダービーに挑みたいと思います。トゥルースは3着で大阪杯は無理だね。保証は ここですよね。さすがに無理。で、フィッツが、まあでもフィッツは挑まざるを得ないだろうな、これは。十分フィッツは挑む資格があります。で、エネループが部屋。部屋か。まあ、もう間に合わないしな。海外とか出てんのかな？海外は全然出てないな。パーソナルエースに出てるけど5着だったっていうのは最後か。確かに形勢ヘアステークスっていうのは妥当ではあるんですよね。まあいいかな。まあここ出てもいいんじゃないの、マリーンスカップで。そばにいるねはマイルなんで、ビクトリアマイルっていうのはうなずけるところはあると思います。ただこれも相手し優先させたい馬がいる場合はここに出すわけに、別のレースに出したいところです。
ちなみになんかライバル馬がいるんだな。ちょっと距離が長いな。あとここか。国内だったら大阪杯か、ビクトリアマイルにはライバル馬が出る予定がないということですね。はい、今のとここれでいいでしょう。ニコニコは大阪杯か、いや大阪杯じゃないでしょう。大阪杯に出す、大阪杯に出してもいいんですけどね、天皇やっぱり春天じゃないんでしょうか。ゴルシュと対決は面白そうかな。いやでもゴルシュを優先させるべきだな、それならば。オルフェーブルとの絡みがあるからな、距離長いところは。よし、ここ出しましょう。ぶつけます。こんな感じで、いきましょう。あれマクトゥー、あ、いやマクトゥーム出てその後へつぼみが出るんじゃないの。マクトゥームの出走を消さないといけないのかな、これは。では行きましょう、ネクスト。フランクインキルローマイルステークス、アマノアラフォー1番人気です。106だから抜け出てるわけじゃないですよね。ヘイコンイザベル、オビアストリー、まあ、まあまあ強いよな、ラフィングということで、先行策は悪くないと思います。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1フランク・E・キルローマイルステークス、芝 1600m のマイル戦です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアーリーエプセット。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアーリーエプセット花に立ちます。その後ろからはアマノアラフォー、この馬も上がっていく構えです。さらにはオビアスリー12番ラフィング、その後ろオビアスリー先手を取りました。少し開いてアンサーズパートル、うん、その外にトラディションセネカ、カリフォルニアエクスポ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。その外からネットエンペラー、オレンジの帽子ライクリアストレンティア、その後ろエイコンイザベル、すぐ後ろその隣にペイスピチャンス、イスレイセルカーク、この馬もこのグループ、その横にデピティサプライズ、しんがりからガイアシューティング、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ9番オビアスリー、2番手はトラディションセネカ、アマノアラフォー、これはいい位置につけています。どこにいるんだ、アラフォー。あ、うちにいるんだ。オビアスリー、ここにいるんだ。残り 200m、 だから伸びが足りないかな。ガイアシューティング迫る、オビアスリー先頭、オビアスリー先頭だ、ガイアシューティング、わずかにオビアスリー体勢有利。頑張ってはいたんですが伸びがな、足りないよな。4着か。マクトゥームチャレンジ R3 天のつぼみ一番人気だが99、これはなんぼなん。ドバイ出て勝てるんか、これは。まあ実績的に川崎記念勝ったばっかりなんで、そりゃそうなるでしょうっていう感じですが、どこまで頑張れるか、まあも強い。レース行きましょう。
名団競馬場 G1 マクトゥームチャレンジアラウンド3だと 2000m です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは玉のつぼみ、アーバンアボルダージ。コースタートを切りましたね。切りました。大方の予想通り玉のつぼみ先頭を伺います。アーバンアボルダージ競りかけていきました。さらにはスピンコーラル14番トレイルブレイザー、その後ろ先頭は玉のつぼみ。短期の逃げに持ち込みたいところ、少し間が空いてアミューズカンディア、ポゼッシブゴーム、それに続きます。その隣にカントリーウィスプ、すぐ後ろにフェルガーナスワップス、黒の帽子ラブ&プライド、その後ろパテントリーシスティーナ、すぐ後ろその外からピクニックアイバー、並んで5番フルバスカルボナリ、その外にウェーブオックスフォード、その後ろからはキュートイーストン、しんがりからウエストアトラクト、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました15番アーバンアボルダージ。リードは1馬身から2馬身、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ15番アーバンアボルダージ、アーバンアボルダージ、さらにリードを広げました。2番手は天野つぼみ。いいんじゃないでしょうか、天野つぼみ。あとは後方の追撃を抑えきれるか。警戒かけてますが、カントリーウィスプ必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと追い出した。後続は大きく離れました。でもさ、つまらない。やっぱ勝ちましたね。いいんじゃないでしょうか。2着はラブ&プライド、3着にカントリーウィスプ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野つぼみ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。おお、すごい。天野つぼみ、これ初海外 G1？ 分からん。お、高速逃げだこれ。ドバイでも発揮できたら面白いかもな。次です。ジュベルハッターです。ハマの iPhone 一番人気。121か iPhone。110がムーンウェーブで、他はみんな100台以下だから、チャンスありますね。2番人気はカジュアルコンテストです。ムーンウェーブは4番人気となってまして、3番人気がディアットザスパ。引き続きメンバー、軽いメンバーと言えるんじゃないでしょうか。天野アイオン、頑張って取ってほしいです。レースです。名団競馬場 G1、ジュベルハッタ。芝 1800m です。おそらくこれはドバイターフの前哨戦になるんじゃないかなと思います。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。ベアリーシャルール前に行きそうです。レイアットザスパ、それに続いています。それでは先頭から先手を取ったのは天野アイホン、並んで古豪ベアリーシャルール、その横にムーンウェーブ、すぐ隣にブレイベストマリリン、レイアットザスパ、この馬もこのグループ、少し離れてパーリーグラニューズ続いています。その隣にカジュアルコンキスト、ステファニーズキトゥン、すぐ後ろ内からはデビルズプレイ、その外からオナー&シュタイン、青の帽子パーティーロビン、その後ろすぐ後ろにガルーチャバラクーナ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はレイアットザスパ、天野アイホン、ほとんど差がありません。ムーンウェーブ3番手、天野アイフォン B1 です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はレイアットザスパ、天野アイフォン、2番手間が空いてブレイベストマリン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。レイアットザスパ、ここから伸びるか、伸びるやなんか悪い、外の方がいいか、ダメだな。あと 200m、 ステファニーズキトゥン、さらに足を伸ばす。2番手はブーメン、ステファニーズキトゥン、この馬で決まりか。ステファニーズキトゥン1着、2着はカジュアルコンケスト、3着にムーンウェーブ、勝ったのはステファニーズキトゥン、見事な勝利です。 iPhone の夢
敗れる。このメンバーでこれではいけないな。まあ、58球金を背負わされたとはいえ。さあ、富士、オーシャンステークスに天の蛇ロテ登場、一番人気。はい、本正面は白山ムーンです。ダイジェストいきましょう。中山 G3 フジテレビ賞オーシャンステークス芝 1200m の電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。白山ムーン先頭、残り 200m を通過して、ヘビロテ捕まえられない。2番手は天のヘビロテ、白山ムーン先頭だ。白山ムーン、ダメですね。白山ムーン1着、2着は天のヘビロテ、3着にセイクレッドレーブ、見事に勝ちました。白山ムーン、さあ、桜花賞トライアル、チューリップ賞となります。天の丸森1番人気、天のフラゲ2番人気と1-2ですね。クラブは凱旋パースポも出てきます。パースポ、パープロじゃなくてパースポなんだ。パフルスポーツ、これは丸森がグリグリですね。あとサンドリアーナが3番人気か。フラゲはどうするかですね。まあ、このままでいきましょう。ダイジェスト。阪神3歳牝馬限定 G2 チューリップ賞芝 1600m 桜花賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のフラゲ先頭、外から並んでますね。天の丸森先頭、天のフラゲ追いすがります。天の丸森先頭、後ろからはあと 200m、 天の丸森伸びてきた。一騎打ちムードですね。天の丸森差を広げる。天の丸森一着、天の丸森完勝。二着は天のフラゲ、三着に凱旋パワースポ。天の丸森見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。これ2頭とも桜花賞の権利は手に入れました。そして、ヤウ賞ディープインパクト記念、こちらはサツキ賞トライアルです。ロゴタイプエピファネイアと出てますね。ロゴタイプはロゴタイプはですね、伊坂さんが、これだ、順当な馬にあげたケースですね。で、本州も、鉄板本州ともロゴタイプが本命で、カッパキ伊坂さんがエピファネイアをしてるんだ。え、あが、まあ、こちらも見てみますか。
3番人気がラブディーデー。ダイジェストです。中山 G2 放置杯弥生賞ディープインパクト記念3歳限定芝 2000m 皐月賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エピファネイア先頭、残り 200m、 先頭はエピファネイア、2番手はラブリーデイ、エピファネイア差を広げる。エピファネイア1着、エピファネイア完勝、2着はラブリーデイ、3着にロゴタイプ、見事に勝ちました。エピファネイア、ロゴタイプは3着だったよな。まあまあレース出ますね。なんでこの週までになるかもしれない。ちょっと今日は早く終わらせたいと思うんで、このおそらくこの週までになるのかな。片野慶應ゴールドシップ、片野ツイッター3頭ですね。ツイッター吉富乗っちゃったや。金庫賞フィリーズレビュー、フィリーズレビューも桜花賞トライアル。いいですね、つぼみ。ようやく本格化か。お、どうした？おー、勝負根性。そしてアナホーが4着で、だからといってすぐ大阪杯とはならないよな、普通は。ま、主にマイル戦だからな。ここかな、読売マイラーズカップ。もしくはまあここら辺かな。うん、マイラーズカップでいいや。で、天のつぼみがこれでドバイワールドカップに行くことにしました。ジョッキーは変えたい。でも竹豊は乗ってくれないか。あ、勝春と真珠かな。勝春が勝ちましたからね。しかもなかなか強い勝ち方だったと思いますよ。 iPhone もここはじゃない、マイル戦だ、出るとしたら。ちょっと調子落ちちゃいすぎだろうこれ。ダートだろう。ジェニーワイリーか。いや、でも、ここぐらいは出したいよな。でも、ここ出すと、放牧でして、いけなくなるか。5月以降なんだよね、やっぱり。ここを出しましょうか。ダブルRターフ。で、ヘビーロテがコーラル、オーシャンが2着。1ロックだからコーラルだと結構世話されるな。3号。なので、しかも馬が空いてるので、距離上限は違うな、ダメだな。なので、まあ、出すとしたらこことかか。ここは背負わされちゃうしな。ダートでもダメじゃないから、
むしろこっちですよ。で出すとしたら、で丸森が、まあこの辺は桜花賞でしゃあないでしょうね。出させたいよなっていうのは、いやそうよっていう感じです。で、フラゲも同様か。ミネループはどうでしょうね。うん、マニーカップでいいんじゃないの。ちょっと待ってね。まあ iPhone やってもしゃあないしな。ネループは年齢が行き過ぎてる。フィッツがなんか面白そうなんで、フィッツを強化させましょう。感情の教えがある。販路2本。3本多い。えぐいな。これで疲労度は？わからん。あんまり上がってるようには見えんな。そう、このまあ柔軟性が低かって、18の2000メートルだったんですが、F プラスになることで少し柔軟性を上げることができました。トレブがフィリーズレビューですね。トレブも当然桜花賞を狙っております。アゲポヨも同様。剣は最上位。本当？あ、でもまあ勝ってるかな。何て言うの、そうですね、海外G1は初勝利となっております。マウツオやオス馬か。じゃあ行きましょう。ネクスト。まずクールモアクラシック型の剣を1番人気。125。110台の馬が多いですね。いるで人気順に上げてみるか。ヒートゥーローデン、ノア、ノーンエアクブラとなっております。特に先行馬が有利なわけではないな。レース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 D1 クールモアクラシック芝 1500m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スワラージイレブン好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスワラージイレブン行きました。続いて前へ行くのはペッサフローラ、さらにはアイランドマリーノ、栗色の馬体イルドレッド、その後ろスワラージイレブン先手を取りました。その隣にストロークソフトリー、すぐ後ろにジャンボアラバマ、内からはカルテッドトライアル、サンセットグロット、そのうちに続いています。好位置をキープしています。型のケイオン、スキューデントキーンランド、すぐ後ろ内からはナンペティション、
ション、その外からオンリーロイヤルティ、さらにはジュロワクリスタル、これに続くのがスピニングウィッシュします。この辺りで先頭が変わりました。ストロークソフトリー、ストロークソフトリー、さらにリードを広げました。2番手はジャンボアラバン、大外から青の帽子片野慶雄、伸びてきた、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭は片野慶雄、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。残り 100m、 2番手はオンリーロイヤルティ、片野慶雄、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました片野慶雄、まさしく日本が世界に誇れる馬です。やりましたね。慶応勝ってくれました。慶応では2連勝楽しみです。いよいよ本格化かな、慶応も。そして、ランベットステークスゴールドシップ登場、1番人気。さあ、大外枠となっています。コマンダーソシエ、クルセイリューソーム、あんまり知らん馬ですね。チャンスです、ゴールドシップ。この後は春の天皇賞に挑む予定です。110の馬が多いんだな。レース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 ランベットステークス、芝 2000m をレースです。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはスパイシーエプソム。おっと、ジェネラスヒューズ出遅れてしまいました。ダッシュよくスパイシーエプソム行きました。続いて前へ行くのはコマンダーソシエ、さらにはエバーハンター、結構前行ってるな。イングランドバドミントン、その後ろスパイシーエプソム先手を取りました。ソロデアルキメです。そのうちに続いています。これに続くのがゴームリレーションズ、その隣にジェネラスヒューズ、その外にゴーンエイブル、ゴールドシップ、後ろから並んで11番エレクトリックカリスマ、アーリーグリック、すぐ後ろ白の帽子ハイエストナレーター、すごい前行ってる馬がいる。その後ろすぐ後ろにガーベイクライド、マジェスティックジュピター、それに続きます。並んで8番プレセリソウル、最後方にグリーミングコメディ、 1000m を通過しました。中段や前ってとこですね。後方の馬は届くでしょうか。スローペースだからかな。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。さあ、ゴールドシップ少しずつ押し上げていく。2番手はスパイシーエプソム、コマンダーソシエ、3番手コマンダーソシエが避けてくれるんか。エバーハンター先頭、さあ、ゴールドシップの伸びはどこまでだ。あ、いい伸びしてるな。悪くありません。前を捉えられるか。最後の追い比べ、先頭はゴールドシップ、ゴールドシップ先頭へ引き離す。残り 200m、 後続を引き離しにかかります。コマンダーソシエランを引き離す。後方から一気にガーベイクライド、最後は圧巻、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はガーベイクライド、3着にプレセリソウル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めましたゴールドシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。7話審査の圧勝でした。フットワーク？が完全に芝向きか。
さあそして次がジョージライダーステークス方のツイッター、2番人気1番人気ヘイリスト、ヘイリスト強い122、でもバラエティクラブの方が高い125。ちょっとツイッターはレーティングでも見劣りますね。バッファリングか他となると前に行く馬有利に見えるな。差しで行ってみましょう。ダイジェスト、ローズヒルガーデズ競馬場 G1、 ジョージライダーステークス芝 1500m です。前はバラエティークラブ、2番手はヘイリスト、間を挟んでバッファリング、3番手バラエティークラブ先頭。しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 200m を通過して後続を引き離す3番手までだな。バラエティークラブ足色は衰えません。2番手はヘイリスト、バラエティークラブ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はヘイリスト、3着にバッファリング、勝ったのはバラエティークラブ、見事な勝利です。内から来てるから4着ですね、肩をついた。まだ力不足なのか。昇竜ステークスクラブはダノンレジェンド一番人気、本誌本命でもあります。2番人気はグレースフルリープとなっております。ダイジェストいきましょう。中京オープン特別昇竜ステークス3歳限定ダート 1400m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。グレイスフルリープ先頭、外から勢いよくダノンレジェンド先頭、残り 200m を通過して先頭はダノンレジェンド、残り 100m、 2番手はチャービーブレイブ、ダノンレジェンド、この馬で決まりか。ダノンレジェンド1着、ダノンレジェンド完勝。2着はアワーオブチェンジ、3着にチャービーブレイブ、これは桁外れの強さだ。ダノンレジェンド、次です。中山牝馬ステークス肩のマイガール、登場吉野さん。一番人気はジョアドビーブルか。クラブは2頭出てますが、まあ印がないな。ジョアドビーブルとの一騎打ちムードか。ドナウブルーあたりですよね。さあ片前がある戦法を変えることはできます。控えてみましょう。ジャドビールを追い、ビーブル追い込みですからね。ダイジェストいきましょう。中山 G3 中山牝馬ステークス芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、天馬バラクーナ先頭、あと 200m 一気に後続が襲いかかってきた。一気にジョアドビーブル、ジョアドビーブルかわす。ジョアドビーブル1着、2着は微妙です。1番人気に応えましたジョアドビーブル。ジョアドビーブルは強かった。直線の短い中山で一気に外から貸しちゃうんですからね、これ強すぎます。肩の前ガールは3着。あ、クラブ馬ですからね。続いてポラリスステークス天のドラッカーですが、3番人気か。1番人気エアファリハ、キクノストームが2番人気ですね。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別ポラリスステークスダート 1400m 短距離戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エアハリファ先頭、外から天のドラッカー、残り 200m を通過して後続を引き離す。エアハリファ足色は衰えません。2番手は天のドラッカー、先頭はエアハリファ1着でゴールイン、2着は天のドラッカー、3着にキクノストーム、1番人気に応えましたエアハリファ、見事です。エアハリファの強さは仕方がないですね。
あ続いてフィリーズレビューとなります。トレブが1番人気、他は肩の上げポヨが出ております、5番人気。2番人気にレッドオーバル、3番人気、メジオハニーだとなっておりますが、まあ、トレブグリグリですね。フィリーズレビュー。阪神ジブナイルフィリーズと取っておりますので、まあ、買ってきた格外ですからね。さあ、上げぽよは先行変えられますが、特に前が有利に見えるんで、このままでいきます。ダイジェストいきましょう。桜花賞トライアル、3歳牝馬限定、阪神 G2、高知杯フィリーズレビュー、芝1400m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。トレブ先頭、後続とは3馬身以上、トレブが先頭だ。残り 200m、 2番手はレッドオーバル、うん、後続は大きく離れました。トレブ合輪順当勝ちですね。レッドオーバル3着にメジロファニー、これが G1 馬だ。トレブペポは6着か。庭にレッドオーバル、メジロファニーと続きました。トレブは強かった。ああ距離適正の問題があると。さあ、次が金庫賞です。1番人気は天野育免、2番人気は天野水猿となっております。この、育免のグリグリですね。アロマカフェ、オリーブセカンドあたりもいますね。さあ、海猿先方はどうするか、まあ、このままかな。ダイジェストいきましょう。中京 G2 金庫賞、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。2頭がもう並んでくる。先頭外から勢いよく天野海猿先頭、残り 200m を通過して、天野海猿余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は天野育免、天野海猿強い強い。天野海猿圧勝ゴールイン。2着は天野育免、3着にマイネルラクリマ、ね、まずは前哨戦を制しました。天野海猿ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。ソーギャントに勝ってライバルパワーアップ。2番人気ですね。だから1番人気と2番人気は逆転している。なるほど、海外1レース、まあでもだからといっても22時超えてますんで、今回はここまでにしたいと思います。お、足毛ちゃん応援団だ。
最上位チャンスですね。 G17 勝なのでこれを勝てば金札が確定いたします。当選上段か。トンヤマガールは白三角までか。そしてこれが皐月賞の最終切符となります。絆が登場。クラブはですね、絆は主事は天の小玉でしょうが出てまいります。とりあえず今週出た前に次走ローテだけ決めて帰りまし終わりましょう。基本はこれリーチですね。確かに宝塚はいいが、ここで終わるのはもったいなさすぎる。距離適正は16-2900か。ここかな。16-2エリザベス。ただこれに出ると、これに出るためにはもう今週休ませないといけません。あとは万能あたりかな。万能あたりかなと思います。相手次第ですけどね。限定もいけるんだ。ゴルシも5勝ですね。でもクイーンエリザベスステークス出なくていいんじゃないかな。これだったらちょっと休ませて。はん、え、なんで。まあまあ海外行って帰ってくる途中だからか。で、ツイッターはちょっぱりちょっと厳しいですね。マイラーズカップ、まあわからんでもないか。マイガールもハルテン挑むんだ。これはちょっと距離が長すぎます。G3 ったばかりの馬です。これは無茶です。出ないで中野牝馬ステークスで出ちゃいましょうと思った。オーズザヒンバステークスへ。いや、報告はせずに、そしてドラッカー、さすがにこれ間隔空けすぎですね。でもまずはオープン特別勝つとこからスタートでしょうね。4月の3週以降であればいつでも構いません。インサイトがいいのか。あとはこの辺か。
専用の1900。オアシスでも構わないね。あとこの辺とかこの辺とかか。まあヘビロテいるからオアシスに出しましょう。でトレブはまあ桜花賞だし、アゲポヨも、うわ、しかしアゲポヨは厳しい。距離適性が結構限られちゃってるよな。これはいただけない。あ、他の値も見て決めないといけないんで、ただやっぱり桜花賞はきついですよね。まあ、専用が短かっただけかもしれんけど。まあ、まだ晩成なんで、ここ、焦らず、次を待ちましょう。毎日杯とかもあるしね。コーラになったら微妙に長いからスイートピーでいきましょう。で、海あるか、ミザルも権利はあるが、ちょっと厳しいかな。大阪杯って何頭出るんだ？覆面はここを出さなくてもいいでしょう。本当はこの日経賞を出したいのか、トゥルースいいのか。ハルテンって距離大丈夫？ハルテンは微妙に長いな、馬としては。新潟大賞典あたりか、重賞出るとしたら大阪ハンブルクカップだとどのぐらい出はされるんだろう。58キロ。まあでも他が54キロだからいいかな。で、アラフォーバーのやつか。調子を見ておきましょう。まあ悪くないですね。ナイフォンが。はい、ということで、短くなりますが、ここまでとなります。ツイッチで配信を行ってきました、ツイッチ。アカウントフォロー、お願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー、please。この動画のアーカイブは YouTube にて、あさって22日午後9時21時よりプレミア公開いたします。YouTube でもアーカイブぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel プレミアライブ2 Days After。My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。Twitter X、My アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。